長谷川正幸は、茨城県上須市出身の元プロ野球選手。私立調子高時代には、PL 学園の福留康介、南京都高校の斎藤和美とともに、ドラフトの注目株とされ、1995年のプロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから1位指名を受けて入団。1997年8月10日の、 大半新戦でプロ初登板初先発勝利を収める。2001年には9勝を挙げ、期待の若手投手として頭角を表す。そして2002年は、細身の体から投げ込むストレートと切れ味鋭いカーブを武器に自己最多、チームトップの13勝を挙げる。また、この年に引退したヤクルト、池山龍館の現役最終打席の際にマウンドに立ち、 空振り三振に打ち取っている。2003年シーズンは、エース黒田博貴に続く投手として期待されたが、春先に、返答宣言を患って活躍できず、この年以降、故障と不調に苦しむこととなる。2004年も右手口の故障と2年連続で出遅れた。2005年シーズンは入団当時からの背番号19、から、メジャーっぽいからとの理由で、日本人選手は、死に、 一般として敬営し、アメリカでは、ジャッキー・ロビンソンのつけていた番号として、全球団で永久欠番となっている42に変更。2006年シーズンは、ブラウン新監督より中継起用を明言されていたが、後半戦の先発投手の怪我などによる、戦線離脱で、先発事情が苦しくなったことで9月23日の、対横浜戦に先発起用され、6回無失点の口頭、高等。 久々の先発白星となる。2007年シーズンは、先発に再挑戦。シュートを習得するなど打たせて取る投球を心がけ、オープン戦では抜群の安定感を見せるも、開幕してからは、安定感に欠ける投球が続き5月上旬にに、軍落ち。半月後に昇格するも、交流戦の日程に余裕があったため中継ぎに回り、先発復帰のチャンスを待った。 交流戦後は先発復帰し、勝ち星にこそ恵まれなかったものの、一度も大きく崩れる、ことなく安定した活躍を果たしてみせた。2008年シーズンは前年後半の働きと黒田の遺跡で先発ローテの中心として期待されたが、開幕から甲府調の波が激しく、後半戦は二軍生活となった。二軍でも調子が上がらず三者連続本塁打を、 浴びることがあるなど非本塁打の多さが目立った。3勝でシーズンを終了し、日南周期キャンプでは、強化選手に若手と共に指定された。2009年シーズンも先発ローテ投手として期待されたものの、2試合連続で序盤越されるなど結局期待には応えられず、終盤は怪我等で、出番も減少した。とはいえ、ロングリリーフとしては高騰し2勝を挙げている。 2010年シーズンも先発として2試合登板するが結果を残せずに群落ちとなる。5月15日に北強と共に迎え優一郎との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。背番号は迎えがつけていた25。6月30日の大落点戦で移籍後初登板初先発。5回1失点と後頭を見せたが打線の援護がなく勝ち星はつかなかった。 7月7日の対西武戦にはわずか1回に3余失点で越されるが、7月15日の対ロッテ戦では8回1失点と高騰するもまたも打線の援護がなく敗戦投手というように高騰と炎上を繰り返し、7月22日に登録抹消。その後、9月に再び昇格し、2試合先発するも2試合とも敗戦投手となり、 最終成績は6試合先発で0勝3敗、防御率4.30に終わった。また、7月10日には、国内 FA 権を取得した。2011年シーズンは、開幕からゼフ不調で2軍でも1勝5敗、防御率8.53と結果を残せず、プロ1年目以来の一軍登板なしに終わり、10月9日に、球団から戦力外通告を受け、12月2日、 自由契約工事された。現役引退後は、広島市内で、鉄板焼き屋、長谷川の経営、輸入ブランド時計の代理店の経営、保険会社の営業職を経て、2016年に、スポーツオーソリティを展開する、株式会社メガスポーツに入社。イオンモール、広島府中にある、スポーツオーソリティ、広島府中店にベースボールアドバイザーとして、勤務している。 ストレートの最速は時速1 5 3トル。晩年はコントロールを重視したため平均時速1 4 0トル大中盤を出す程度に落ち着いた。変化球は決め球にしているフォークに加えカーブ、シュートを投げる。各野球評論家から一級品の切るとたびたび評価を受けるがコントロールに課題を残していた。ありがとうございます。